マストドンはアメリカ合衆国のヘビーメタルバンド。2000年にジョージア州アトランタで結成される。結成当初は5人組だったが、ほどなくしてボーカリストが脱退し、現在の4人編成になった。2001年にミニアルバム、ライフスブラッドでデビュー。翌2002年にはフルアルバム、レミッションを発表し、エクストリームザドジョボリューム5で初来日も果たした。 2004年の2作目のアルバム、レバイアさんは、ハーマン・メルビルの小説、白芸をテーマとしたコンセプトアルバムで、ケラング、死の年間ベストアルバムに選ばれるなど賞賛をもって受け入れられた。また、2004年と2006年の2度にわたって、スレイヤーを中心としたザンホーリー・アライアンスツアーで欧米を回り、知名度を上昇させた。2006年には、 メジャーレーベルのワーナーブラザースレコードに移籍同年の3作目、ブラッドマウンテンには、マーズ・ボルタのセドリック・ビクスラーや、クイーンズ・オブ・ザ・ストーン・エイジの女ジ子オムラが、ゲスト参加。メンバー自身が、最も冒険的と評する作品であったが、全作以上のセールスを記録。同年には、ラウドパーク06にも出演した。2009年のアルバム、クラック・ザ・スカイは、 ブレンダン・オブライエンをプロデューサーに迎えて制作され、全米チャート初登場11位を記録。収録曲の Divinations はゲーム Saint's r サ w The Third に使用された。ツアーではアルバム完全再現ライブを行い、2009年10月17日にシカゴのアラゴンボールルームで行われたライブがアルバム Live at the Aragon としてリリースされた。2011年、 二年ぶりとなる五作目、ザ・ハンターを発表。2012年のレコードストアデーには、女性シンガーソングライターのファイストと互いの楽曲をカバーしたスプリットシングル、ファイストドンをリリースした。2014年、六作目、ワンス、モアラウンド・ザ・サンを発表。プロデュースは、ニック・ラ・スクルネッツが担当。ありがとうございます。